MNSPATV 3番目の、うちの3番目の子供がですね、無事16日に生まれまして、ありがとうございます、ありがとうございます。妻がですね退院したので一緒にですね、韓国の市役所の方に、出生届か、それを提出しに来てます。まあ、日本のね、出生届と変わんないとは思うんですが、ほぼ、妻ちゃんにお任せなので、私はですね撮影舞台に、徹して、やらせていただいております。実はですね、妻ちゃん韓国人なんですけれども、1人目2人目もですね、韓国で、出産してるんですね。やっぱり出産の時って、自分のね、実家っていうか、親がいるところでね、産んだ方が女性は、安心するのかなということで、韓国で出産をしたわけなんですけれども、韓国の病院ですごくこうびっくりしたことがいくつもあって、一番はね、なんていうのかな、その病院の中に専門の写真屋さんが入ってるっていうところ、これすごくて、子供生まれるじゃないですか。生まれるともう勝手に写真を撮ってサービスでプレゼントしてくれるんですよ。その写真がこちらなんですけど、これ出産してそうだ、写真撮ってもらわなきゃと思って、なんていうのかな、2階が写真屋さんなんですよ。ビルの病院っていうか、病院でかくて、でそこでもう行ったらもう撮ってありますよって言ってもらったのが今の写真なんですよ。だそういうサービスがあったりとか、あと何て言うのかな、妻ちゃんのこのアフターケアっていうのかな、産んだ後のね、そのアフターケアとかも全部ケアの部門がその病院のビルの中にこう入っていて、そこがいろいろケアをこうしてくれるんですよね。はい、いよいよ出生届を書き終わって、これから提出をしていきます。はい、提出完了いたしました。これね、ここですごい気になるところあって、このね、カウンターの左側にね、なんかね、トイレットペーパー置いてあんの。これ多分ね、箱ティッシュの代わりだと思うんだ。なんかね、後で映るんだけど、隣にもトイレットペーパーがこうポンポンと置いてあるの。でね、病院で箱ティッシュが必要でね、3つセットで下のコンビニで買ってきたの。そしたらね、3つ箱ティッシュでね、700円とかすんの。これ高くない？そんなもんだっけ、箱ティッシュって。多分違うと思うんだよな。だね、箱ティッシュ高いから、節約でね、トイレットペーパー置いてあると思うんだよね。トイレットペーパーどうでもいい話なんですけど、こんなところで出生届を出してきたんですね。出生届終わりました。なんかちょいっぱいもらいました。完了。